真理について僕たちは多くを知らない。しかしそれは時に極めて単純な形をとるものらしい。みんな、これを見てくれ。三本のクレーメルケージが見えるだろ？それぞれのケージに推奨令、過奨令、封奨令が封じられている。そして三本のケージから伸びた無数のライン。この装置こそ僕たちが追ってきた。そう、姿なき奨励術師の正体だ。姿なき奨励術師がまさかこんな小さな箱型と。ああ、単純な構造だ。それぞれのケージに封じられた奨励がラインを伝って流出し、小箱の内部に充満。不安定な空間に複数種の奨励が同居した場合、奨励は激しく干渉し合い、やがて消滅する。これが奨励力保存の第四法則。一般に言うクレーメルクラッシュ現象か。その際に発生するエネルギーをもってすれば、建物一つ吹き飛ばすくらいわけはない。お取り込み中申し訳ないんですけど。ん？なんだプリムラ。気になってるんだけど、この音、何？ん？この音よ、ほら。ね、聞こえるでしょ？ああ、この音か。何？これはカウントの音さ。カウント？何の？何のって、爆発のに決まっているじゃないか。そうだ。爆発しそうなの？一定時間が過ぎると爆発する仕掛けだ。つまりこの装置の存在によって全容疑者の原爆罪証明が無効に。早く何とかしてよ。取り乱すな、みっともない。ラインを切断すればいいだけの話だろ。ライン？エネルギーが流出するラインを切る。そうすれば爆発は起こらない。単純な問題じゃないか、バカバカしい。ごめんごめん。ハサミハサミ。じゃあこの赤いラインをちょっきっと。おいおい、まさか適当に切るつもりじゃないだろうな。はあ、頼むよプリムラ。君は本当にミンス大学の学生か？いきなり適当なラインを切ったら最後一気に奨励干渉が発生するのがわからないのか？要するに爆発するということだな。巻き込まれれば我々はもとより、この学生寮の全員が死ぬことになる。パス、私パス。キッケール、あなたに任せる。やれやれ。大丈夫かキール。うん、これはおそらく犯人からの挑戦状だな。挑戦状？これを作った奴は相当の自信家だ。これまでもあえて現場に証拠を残し、僕たちを試すような真似をしてきた。時のものなら解いてみろ。ああ、この次元爆破装置の解体もその手のゲームなんだろう。でなければ上蓋を取った瞬間に爆発するくらいの罠を仕掛けたはずだ。受けるのか、その挑戦。ああ、見かけによらず大した度胸だ。真実を得るためならば僕は戦う。よし、寿命が縮むな。そんなことはないさ。干渉が起きないように切っている。考え方にミスがなければ爆発など起こりえない。そして僕の考え方にミスはない。自信家だな。現実的なのさ。2本目。さすがだなキール・ツァイベル。このヒューラ・ベルミリオン、どうやら名探偵の称号は返上せねばならんらしい。僕にくれるつもりなら遠慮しておくよ。僕は別に探偵なんてやっているつもりはない。ただ
本来ならば謎でも何でもない事柄が重要視されているような状態が、不健全で不愉快なだけだ。3本目完了か。しかしカウントはまだ。キール。おい、プリムラ。何？君はこの前、学内のビンゴ大会で家具セットを当てたと自慢していたよな。あ、そうそう、そうなのよね。私って運だけは人一倍なのよ。じゃあ、頼む。ん？好きなラインを切ってくれ。おい。青いラインか赤いラインか。最後の一本はランダムだ。どちらを切ればいいのかがわかるのは、これを作った犯人だけ。考えても意味がない。つまり運だ。私が、切るの？キール。もっと考えてみろ。きっとどこかにヒントが隠されているはず。ないね。僕がヒントを見落とすはずがない。ヒントなし。これは純粋に確率の問題だ。だとしたら、できるだけ運がいい人間にやってもらった方がいいだろ？だからといって、こんなダメ探偵に。ストップ！ダメ探偵とは失礼ね。私だって、いざとなったらできるんだから。いいわ。見せてあげる。ミンツ大学の名探偵、プリムラ・ロッソの超推理をね。決めた！こっちを切るわ。おい、根拠を言いたまえ。根拠は、いろいろよ。いろいろとはなんだ？いろいろはいろいろよ。ごちゃごちゃうるさいな。切ればわかるんだから少し黙ってて。切る。運に頼るしかないんだから仕方がないだろ。覚悟を決めろ。行くわよ。このラインを、切る！やめろ！もう！どきなさいよ！邪魔しないで！押す！タグセットを当てた私の強運を信じなさいってば！やめろ！うるさい！切るな！それを切ったら爆発する！はい。正解は赤でも青でもなく、今僕が切ったこの黒いラインだ。最初から分かっていたことだがな。切る？それって、どういう？犯人、姿なき奨励術師がゲームを挑んでいたのは、この僕だ。ところが今回、僕は推理を途中で放棄し、判断を他人に預けてしまった。ゲームのプレイヤーが変わるという予想外の展開に、犯人はボロを出した。そうだな、ヒューラ。まさか！ヒューラ・ベルミリオン。姿なき奨励術師は、君だ。動くな！ヒューラ・ベルミリオン、時計塔爆破の容疑で逮捕する！どうやら私の負けらしいな、キール・ザイベル。どうしてミンツ一の名探偵のあなたが。若き名探偵の噂を聞いてね、試してみたくなった。私か、お前か、どちらの頭脳が上なのかをな。なんてやつなの。人生はゲームだ。それに勝利することが私の生きる意味なのだよ。キール、これで終わりと思うが、いつかお前より私が優れていることを証明してみせる。どうもー、新聞部のルナリアです。例の姿なき奨励術師事件、今解決したんですよね。詳しいお話を聞かせてください。ああ、探偵は僕じゃない、そっちだ。またまたお手柄ですね、プリムラさん。ああ、まあまあ余裕ですよ、今回も。要するにあれです。その、真実は常に一つ？
アが誇る英知の殿堂ミンツ大学で交渉霊術を専攻中の17歳。私、推理小説の探偵さんにちっちゃい頃から憧れていて、ついに作っちゃいました、探偵部。未公認だろ。紹介します、我が探偵部唯一の部員、キール・ツァイベル。誰が部員だって？彼、連鎖的世界崩壊仮説って怪しげな学説を唱える変人なんですけど、助手としては割と有能。おいおい。というわけで、困った時はプリムラ&キールの探偵部、頭脳と度胸と行動力、全ての謎を解決しちゃいます。合言葉は、せーの、真実を得るためならば、私は、僕は、戦う。キール・ザイベルだな。あ？試験問題漏洩の件で話を聞かせてもらおう。なんだって？大変です、事件です、キールが捕まってしまいました。容疑は特級学士認定試験の問題を教授の部屋から盗み出したってこと。問題が保管してある部屋にキールのペンが落ちていたというのです。過去何回か金庫の中の試験問題に誰かが触れた形跡があって気になっていたが、まさか問題が漏洩していたとはな。バカな、僕はそんなことはしていない。それを決めるのは君ではない。教授会で厳正な審議の上、君の処遇を決めさせてもらう。僕の話を聞いてくれ、これは何かの間違いだ。連鎖的世界崩壊仮説のせいでキールの印象はすでに最悪、大学から追放すべきだなんて教授たちはもともと言ってるわけで、このままじゃ間違いなくキールが犯人ってことにされちゃいます。でもそうはさせない、絶対にキールの無罪を証明して真犯人を捕まえてやるんだから。おい君、何の用だ？キールと話をしたいんですけど。ダメだダメだ、実験室から一歩も出すなと言われている。じゃあ私が中に入るということで。ダメダメ、とにかく面会謝絶だ。ねえ隊長さん、私ね、今彼氏募集中なの。隊長さんみたいながっしり系、プリムラ結構ストライクみたいな。君、帰りなさい。ちょっと何よその態度、女の子に対して失礼だとは思わないの？いいから、子供は帰った、帰った。こら、少しは動揺したような素振りくらい、もう話せ。プリムラじゃないか、何やってるんだそんな窓から。家から手貸してってば。なんだか大変なことになっちゃったね。あなたはやってないのよね。当たり前だ、まさかお前僕のことを。そんなわけないでしょ、一応確認しただけよ。くそ、一体誰が何のためにこんなことを。安心してキール、
私が絶対に何とかしてあげるから。余計なことはしなくていい。え？何もしなくていいって言ったんだ。教授会が終わるまであと6名も。こうなったら静かに待つしかない。でも君がどうこうできる問題じゃない。君一人で何か事件を解決したことが今まで一回でもあったか？打開策は一人で考える。帰ってくれ。キールのバカ！おい、なんだ君は。どこから入った？ちょっと待て、おい！ありがとう、プリムラ。ひどいよ、せっかく心配してあげたのにさ。あの時からもう1年経つのに、キール全然心開いてくれない。私嫌われてるのかな。ありがとう。このまま入学金が見つからなかったら私どうすればいいかって。本当にありがとう。このお礼はいつか必ず。礼なんて必要ない。偶然通りがかって思いついたことを指摘したまでだ。そっか、私はてっきりお母さんが名前を書いたパンツを私に見られたからだとばかり。黙れ。ん？パンツ？なんでもない。あ、そのパンを作ったら焦げて、なんでもないんだ、忘れてくれサンク。さて帰って勉強でも。笑うな。って頭がいいし挑戦としてるから付き合いにくい感じがするけど、そんなことないんだよね。本当はおっちょこちょいで優しいところもあって。もしかしてキールは私を巻き込まないように余計なことをするなって。よし、こんなところでイジイジしてられない。前向きなのが私のいいとこじゃない。考えて、考えるのよプリムラ。こんな時キールならどうするかって。解決したらギルきっと驚くだろうな。ありがとうプリムラ、君のおかげでこうして自由になれたよ。なんの、私たちパートナーじゃない。ああ、君の助手でいられて本当に幸せだよ。僕はインフェリア1の下方者だ。一生君の助手にしてくれ。なあ、何か恩返しはできないか？そうね。それじゃあ今度フルコースの食事にでもエスコートしてよ。お安いご用さ。情報収集は探偵の基本。一
人が集まるカフェで取っかかりになる情報をゲットよ。どんなつまらない日常会話の中からも真実につながる糸口を見出す。これが真の名探偵というものよね。どれどれ。そしたらあいつむくれちゃってもうご機嫌取りに大変だよ。これって102に住んでる子だっけ。いや301の方。ふたまたやばいってあんた。愛を分け与えるのはモテる男の義務さ。よく言うわよ。ところで今度のコンパだけどさ。ちょっとあんたたちもう少し身のある会話しなさいよ。何あんた、ミンツの学生のくせにベチャベチャつまんない話してんじゃないわよ。こっちは貴重な時間を割いてあんたたちの話聞いてるんだから。話聞いてたって。そもそもあんた程度の男がよ、ふたまたとか言って女の子のハートをもてあそんで許されると思ってるわけ。ムカつくね。みんなもそう思うでしょ。何なんだ、俺たちにどうしろってんだ。情報よ、ネタよ。何かないわけ、こう超ビッグニュースみたいな。ビッグニュースって言われても。ジロ、そういえばこの前捕まった爆弾魔がいるだろ。大学の地下に監禁されてるんだけど、そいつを引き取りに今晩インフェリアからロエンって人が来るらしいぜ。それがどうしたっていうのよ。そんな解決した事件の情報なんて、情報なんて。もしもし。やあ、久しぶりだね、ダメ探偵君。この私に面会とはどういうわけだ。少霊爆弾の作り方でも教えてほしいか。キールが捕まったの。何？特級学士の認定試験問題が盗まれて、現場にキールのペンが落ちていたって。バカバカしい。彼がそんな初歩的なミスをするものか。でしょ、あなたもそう思うわよね、ヒューラ・ベルミリオン。私に何を？協力してほしいの。私が？君に？そう、あなたが私に。こんな場所に送り込んだ敵のためになぜ私が骨を折らねばならん。キールを打ち負かすのはあなたなんでしょ。こんなつまらない陰謀で、あなたを任した男が潰されていいの？私にどうしろと？どうすればいいのか指針が欲しいの。悔しいけどキールの次に頭が切れるのは今のところあなただけだから。安楽椅子探偵というわけか。ゲームのルールとしてはなかなか面白い。ルールはまだあるわ。制限時間は6メウム。教授会が終わるまでに証拠をつかみたいの。うん、まず最初から考えてみようか。なぜキールに罪が押し付けられたのか。それは、今の段階じゃわからないよ。そうだ、それが正解だ。なぜキールがターゲットにされたのかは今の段階では推理不可能だ。もしかして私を試したの？では別の側面から状況を攻めてみよう。盗まれたのは特級学士認定試験問題。こっちははっきりしている。試験問題を盗む目的はただ一つ。わかるな？試験問題を盗む目的は、あらかじめ問題が分かっていれば試験でいい点数を取れるからよね。
正解だ。そこいらの学校の試験とは訳が違う。ミンツ大学を優秀な成績で卒業する、それは立身出世の確約を得ることと同義。どんなことをしてでも、どんな大金を払ってでも問題を知りたい、そんな人間もいて当然の話だ。キールを陥れる方法ならもっと簡単な方法がいくらでもある。それでも盗まれたのは試験問題だった。つまり事件の中核、重みはキールが陥れられたことよりも試験問題の漏洩にあると考えるべきだ。もともと試験問題の漏洩はあった。目くらましなりなんなりの理由でとりあえずの犯人が必要になった。で、隙だらけで心象最悪のキールが手いのいい人柱にされた。そんなところだろう。私絶対に許さないから。さて、試験問題を盗み出していたのが一個人だとすると手がかりがなさすぎる。海の中から針を探すような作業だ。時間も限られていることだ。ここは一つ組織絡みの大規模な犯罪と山を張ってみるのはどうだ。何か手がかりがあるの？評議会、ミンツの裏社会を一手に取り仕切る組織だ。ミンツ大学の試験問題を売買するとなれば動く額はかなりのものだ。その線もあながち荒唐無稽ではあるまい。評議会か。私がアドバイスできるのはここまでだな。あとは君の努力次第。頼むよ、だ名探偵くん。もう一度私と彼のステージを作るためせいぜい駆け回ってくれたまえ。よーし、評議会のこと片っ端から聞きまくってみよう。評議会、なんか聞いたことあるような気が。思い出せないな。ごめん。評議会、教授会の間違いじゃないのか。居住者一覧表？何かの役に立つかもしれないな。一応持ち歩いておこうかな。そうだ、キールの友達のサンクなら何か手伝ってくれるかもしれない。でもサンクの部屋ってどこだっけ？サンクの部屋は203号室ね。
やあ、プリムラ。おっとっと。何やってるの、サンク。いや、新しい発明品の試験飛行しようと思ってさ。試験飛行？風に乗って空を滑空する道具さ。名付けてバードフライヤー。計算上では300ランギア滑空できるはずなんだよね。飛び降りるの、話が終わってからにして。ねえ、サンク、キールのことなんだけど。ああ、例の事件か。ひどいもんだ。君のことだ。もう動き出してるんだろ？うん。なんとかしたいと思ってはいるんだけど。これを使ってくれ、使ってくれ。これは？僕が開発した秘密兵器さ。パッと見た感じ、何の変哲もない学習用の携帯時計に見えるけど。あ、クレーメルケースがついてる。いいところに目をつけたね。風昇霊の力を借りて、これを持つ者同士の遠隔会話を可能にするんだ。名付けてクレーメルトーク。すごーい、サンクってば天才。まあ残念ながらアンテナがあるこの部屋の中でしか使えないし、時々聞こえなくなったりもするし、その軽く爆発したりね。爆発？時々だよ、時々。乱暴に扱うとごく稀に煙が出たり。安心してよ、ちょっと火傷するくらいの爆発だから。いらない、返す。まあ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 、これは試作第2号でね。1号機はキールに渡してあるんだ。つまりキールと会話ができるってこと？ご名答。貸して貸して。よーし、早速キールに連絡してみようっと。誰だ？ヤッホー、私だよ、プリムラだよ。プリムラ、一体どうして？細かい話はあとあと。あなたが何て言おうと、私、事件を調べることにしたから。よせ。この事件はおそらく、評議会の仕業、でしょ？お礼はいらないわよ。本来ならば、謎でも何でもない事柄が、重要視されているような状態が、不健全で、不愉快なだけだ。ふん。勝手にしろ。了解。何かあったら僕に連絡してくれ。アドバイスができるかもしれない。オッケその名前言ってたような。もうちょっと後で来てくれる？ダメ、帰った帰った。あまりしつこいと君もしょっぴくぞ。どうした、早くもギブアップか、ダメ探偵くん。
思い出したわ。そういえばこの前、街の中で喧嘩があった時、柄の悪い方が、俺とやるってことは評議会とやるってことだ。覚悟はできてるんだろうなって。その男、名前はわからない？風奨励学科の生徒よ。確かジャッジだかジャッドだか、そんな名前だったような気がする。ありがとう。手がかりはゲットしたわ。まずは喧嘩していた男を探そう。当てずっぽうに部屋を回ると名探偵ポイントが下がっちゃう。気をつけないとな。出る場合は1階の玄関に行けばいいのね。いや、調査は順調に進んでるかい？行き詰まったら僕のクレーメルトークでキールにヒントを聞いてみるといいよ。本当はこんなのまずいんだけど。時間がないからごめんなさいっと。ごめんなさいついでにちょっくら調べさせてもらうわよ。いつ帰ってくるかわからないから手早く手早くね。ミンツの学生のくせに本棚スカスカ。この程度なら本の間を調べても大した時間はかからないわね。さて、あ、変な紙が挟んである。何何？未徴収者リスト ?WWAHAL。 なんだろうこれ。あ、鍵かけ忘れたか。気のせいか。よいしょよいしょ。
それにしても私なんだか窓にぶら下がってばっかりね。なんだよお前、僕に何か用か？言えば分かってもらえるかしら。わ、ちょっと待って。なんか訳ありっぽくはあるんだけど。何よあなた、私に何かご用かしら？そうね、ジャッコの使いって言えば分かってもらえるかしら。わ、ちょっと待って。なんか訳ありっぽくはあるんだけど。何か用ですか？あの、もしかしてあなたジャッコさんの使いの方ですか？え？ジャッコ？いいえ、違いますけど。ちょっと待って。攻め方を失敗したかな。でも探偵を舐めてもらっちゃ困るってもんよ。じゃじゃーん、これだけ悪そうな顔に変装すれば絶対ジャッコの子分で通じるわ。な、何か用ですか？おう、当たり前よ。もしかしてあなたジャッコさんの使いの方ですか？そう、ジャッコの使いだよ。なんで来たかは言わなくてもわかるな。ごめんなさい。お金は必ず今月末に払いますから、どうか父上には言わないでください。脈あり脈あり。もうちょっと脅かしてやろうかな。今月末、いや、できれば来月にしてもらえると。ふざけるな。評議会を舐めるとどうなるか体で思い知りたいらしいな。石板抱いて海に沈んでもらうぞ。僕に手を出したら父上が黙っちゃいないぞ。父上？商工ギルドを敵に回すってことだぞ。お前たち評議会だって無傷じゃいられないんだからな。頼むよ。送ってもらった金をギャンブルで吸ったのがバレたら感動されちまう。いつも通りジャッコには多めに払うから。な、もうちょっと待ってくれよ。頼むよ。まあ、そ
そこまで言うなら。助かった。ところでお前さん、まだ私とザッコに言い忘れてることあるんじゃないのかい？言い忘れてること？何のことだい？言い忘れてることって言ったら、言い忘れてることだよ。すっとぼけてると石板抱いて海。あのことだろ。覚えてるよ、覚えてる。うん、覚えてる。親父さんのこと言い忘れてるんじゃねえか。ああそのことか。忘れてないよ、もちろん。うん、でもそれは霊前教に直接父上から支払うことになってたんじゃなかったっけ。てめえ、私が物忘れが激しい年寄りだとでも言いたいのか。ぶつぞ。殴らないで。とにかく霊前教に50万ガルド忘れないように父上に言っておくから。50万ガルド？信じられない大金が動いているのね。特級学士認定試験のこと言い忘れてるんじゃないのか？特級学士認定試験って御奨励学士が捕まったってあれかい？分かりきったこと聞くんじゃねえ。グズグズしてっと石板抱いて海に。ごめんなさいごめんなさい。何のことですか？ああ怒らないで。今回のこととは無関係みたいね。ジャッコのことだろ。ああジャッコね。ジャッコには世話になってるよ。僕みたいなのが大学に入学できたのも進級できているのもみんな君たち評議会のおかげだもんな。改めて礼を言えってことだろな。どうやら評議会は裏口入学までやってるらしいわね。ここら辺でキールに中間報告をしておこうかな。もしもし、プニムラです。ああ、捜査の進行状況はどうだ？敵は思ったより大規模な不正に手を染めているみたいね。なんだか裏口入学まで取り仕切ってるみたい。不正入学か。そういえば以前新聞部の女の子が不正入学がどうこうって騒いでいたような覚えがあるが。その子に当たってみるのも手ね。ああ、頑張ってくれ。知り合い？幼なじみでさ、いつも何も考えないで危ないところに突っ込んでいって、こっちは迷惑ばっかりなんだけど、なぜか憎めないんだよな。
私とどっちが美人？いきなり何を言ってるんだ。そんなのどうでもいいじゃないか。聞きたいな。言ってくれないと操作するのやめちゃおっかな。そもそも美の優劣など極めて主観的なものに過ぎない。時代時代によってその基準は変容し、例えば古代においては目が小さい方が美人であるとされていたが、現代では一般的にそうではないとされている。客観性も真理も伴わない一時的評価に固執するのは無意味だと。慌てちゃって。キルって可愛い。入ったな。留守かな。はい、新聞部のルナリアさんですよね。突然ごめんなさい。探偵部のプリムラですけど、ちょっとお話を聞きたくて。今ちょっと取り込み中だから。この子。姿なき奨励術師事件が解決した時、確かにこの子自分でルナリアって言ってた。どうしてこんなに震えてるの。すごく顔色が悪いわ。どう考えても変。この前の爆弾事件はお手柄だったね。犯人がまさか双子だったなんて驚き。絵で合図を送ってる。部屋の中に誰かいるの。犯人が双子ならアリバイ作るのは簡単だもんね。そうね。でも症例爆弾がしゃがんでいれば火傷しないっていうのはさすがに気がつかなかったわ。しゃがんでいると。そう。じゃあまた明日にでも。偉大なる症例よ、私に力を。ファイヤーボール！ルナリア、大丈夫？上の方狙ってくれたから、なんとか。いきなりぶっ殺すなんてやつだ。チキショー、お前もぶっ殺してやる。いつまでも逃げ回れると思うなよ。疲れてきたな。次でおしまいだ。おりゃー。本ばっか読んでるもやしっこがいつまでも俺様の攻撃をかわせるかよ。本をバカにすると本に仕返しされるわよ。なに？あなたが今立っている場所、横に本棚があるわよね。その隣にも本棚、また隣に本棚。私のところまで連なった本棚、で私の隣のこうやって。これぞプリムラ式連鎖的本棚崩壊術。ありがとう。いきなり部屋に踏み込まれちゃって、危ないところにあなたが来てくれて本当に助かったわ。一体何の騒ぎだ。誰かの悲鳴が聞こえたわよ。ごめん、時間がないの。あなたが調べていた不正入学のことパパパッと聞かせてくれない？私も調べ始めたばっかりなんだけど、貴族やお金持ちの子供を中心に結構な数の不正入学があるらしいの。
その情報の出所は？証拠は？カフェで知り合った男の子が酔って、自分は不正入学した罪深い男だって言ってたのよ。名前を教えて。それが、私も酔っ払ってたから、あれから毎日カフェに行ってもう一回会えないかなーなんて。結構かっこいい子だったし。ああ、なんと罪深きかな我が身。君たちの愛に溺れて、俺は世界から消えてしまいたい。セイフアートは我々にこの退屈極まる人生を呪いとして与えた。ならば我々は酒と愛で人生を汚すことでセイフアートに復讐を果たそうではないか。かっこいい、シルフの君。シルフの君？そう、あのお方は風の宮殿に住む美しき人、私たちの手の届かない存在なの。シルフの君。もう人一人の運命がかかってるんだから、なんとか思い出してよ。彼の口癖はこう、恋は失われるが愛はその逆。シルフの君。もう、じゃあ後始末はよろしくね。それにしても風の宮殿って一体どこのこと？風、シルフ。キールに聞いてみた方がいいのかな。緑の部屋で、しかも男が住んでるって言ったら、ここしかないわけだけど。あ？ドアに何か紙が貼ってあるわ。ようこそシルフの宮殿へ。恋に焦がれし子猫たちよ。人がセイファートの見業に挑まんとする、かの呪われし場所にて、君を待つ。君たちのキーファー。くぅ。一発ぶん殴ってやろうかしら。人がセイファートの見業に挑む、多分教室のことよね。あなたもキーファー様のゲームの参加者？シルフの君はここにはいらっしゃらないわよ。ほら、黒板にこんな紙が。我はアンを愛し、ルナリアを愛する。さらにミルドレッドに恋し、グロッサに恋する。最後にウィリアムとグロッサを愛する。我が元に来たれ、子猫たちよ。もう、どうしてこの私が貴族のバカ息子の遊びに付き合わなくちゃいけないのよ。
詩人が歌う。ウルタス・ブイは決闘に散った。彼を救いしは霊薬でも奨励でもなく、ただ低粛な人妻の祈りであったと。今度の暗号は難しいぞ。子猫ちゃんたち、愛の力で俺を捕まえてくれ。こんなに早く俺の元にたどり着くとは、なんて聡明な子猫ちゃんだ。いいだろう。今日一日俺の愛は君のものだ。そんなものいらないわよ。私は話が聞きたいだけなの。ずいぶん無駄足食わされたから単刀直入に行かせてもらうわよ。あなた不正入学を悔いているってカフェで言い回っていたらしいわね。ああ、言ったかもしれないね。罪深き男の告白の一つとしてね。だったら協力して、評議会。不正入学や試験問題漏洩に手を染める奴らを私は追っているの。何か証拠になるようなものはない？なくもないが、条件がある。今日一日俺の子猫ちゃんになってくれれば、君が欲しがっている証拠をあげよう。どうだい？ますます気に入ったよ、子猫ちゃん。是が非でも俺を愛してもらうよ。それが嫌なら証拠はなしだ。明日になったらいくらでもデートしてあげるわよ。でも今は時間がないの。人生は夢だ、ゲームだよ。そんなにマジになることもないだろ。お願い、時間がないの。残念だな。それじゃあ俺にキスをしておくれ。そうしたら証拠のことは考えなくもない。わかったわ。それで本当に証拠をくれるのね。キスをし終わった後気が変わらなかったらね。気まぐれに生きるというのが俺の心情なんでね。約束して。私にはどうしても証拠がいる。キールを助けなくちゃならない。そのためならキスだって何だってする。だから絶対に証拠をくれるって約束して。いいだろう。それじゃあ、もう結構だ、子猫ちゃん。待って、今するから。証拠はあげるよ。え？何事にもマジにならないというのが俺の心情だけど、マジに生きている人間に心情を押し付けるつもりはないよ。ほら、次回の試験問題だ。必要になったら呼んでくれ。評議会のことも話してあげるよ。ありがとう。でも、このことが表に出たらあなたは。なーに、人生はゲームさ。君についた方が退屈な今よりよっぽど面白いゲームをやらかせそうだ。ありがとう。それじゃ私、一つだけいいかい、子猫ちゃん。キールってやつのことを好きなのか？うん。でもキールは私のことなんてきっと何とも思ってないよ。だからいいの。そうか。うん。事件が片付いた時、野郎がキスの一つも仕上がらないようだったら俺に言ってくれ。君の代わりにぶん殴ってやる。ありがとう、シルフの君。解きなさいよ。帰りたまえ。あんたのせいで教授会が終わっちゃって、キールが有罪になったら一生恨んでやるからね。なんと言おうがダメ。教授会が終わるまで部屋には一歩も入れられん。一瞬でいいから
何の騒ぎだ、バカ者が。アルゼント教授、申し訳ございません。もしかして教授会もう終わっちゃったんですか。いや、最終審議の前に休憩を取ることになってな。よかった。一体どうしたというんだね。キールは無罪です。証拠を手に入れました。な、何。実はというわけで、試験問題漏洩の陰には評議会という犯罪組織が関わっているんです。キールは罪をかぶせられただけなんです。いや、ここだけの話だが、風奨励学のデルソーネ教授が怪しげな連中と付き合っているという情報を耳にしていたな。これは H の伝道最大の危機だ。よくぞ調べてくれた、プリムラ君。キールは無罪放免ですよね。その問題用紙があれば当然そうなるだろうな。少し預かっても構わないかな。はい、お願いします。諸君、緊急事態だ。休憩を終わりにして審議に戻るぞ。間一髪。火加減が命。うりゃ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 。材料費結構高くついたけど、ま、おめでたい出所祝いだもんね。ああ、出所っていうのは変かな。すみません、キールさんからのお届け物ですけど。あれれ、クレーメルトークが。はい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 、ちょっとお待ちくださいね。お待たせしました。プリムラに一体何が。キール・ツァイベル、君が行った試験問題窃盗に関して教授会が下した審査を伝えよう。顔が真っ青だぞ。結論は言うまでもないかな。卑怯者め、証拠を握りつぶしたな。さて、何のことかな。さて、君の処遇だ。今晩オートからやってくる役人に爆弾魔と一緒に身柄を引き渡すことになった。一つ助言しておくぞ、キール。連中の取り調べは過酷だ。死ぬ前にさっさと罪を認めた方がいい。クソ。どこかの倉庫さ、子猫ちゃん。キーバ、あなたどうして。縛られて動けない。無駄無駄、そう簡単にほどけるようには縛っちゃいねえよ。あなた、評議会の手下のジャッコ。つまんねえこと嗅ぎ回りやがって。おかげでアルジェントの野郎にどやされちまったじゃねえか。悪党、あなたたちの悪事はもう全部分かっちゃったんだから。らしいな。だがもうすぐそれを知る者はこの世からいなくなる。二人まとめてな。くそ、ゲームオーバーってやつか。
女のくせに探偵なんか気取ってるからこういう目に遭うんだよバカが。女はうちに引っ込んで皿でも洗ってりゃいいんだよ。怖いか。しめた、顔を近づけてきた。つりゃー、うわ、この女。うらうら、泣いて詫び入れてみせろ。やめろ。遊びはここまでだ。どっちからやってやろうかな。俺からやれ。よう、お姉ちゃん、さっきまでの威勢はどうしたよ。これだから女ってやつだよ。キーキー猿みたいにわめくくせに、いざとなったら涙目でだんまりだ。名探偵入門212ページ。ああ、何をブツブツと。あらゆる状況をあらかじめ想定していれば、100のピンチからも必ず生還できるものなり。プリムラ、あんたたちみたいな凶暴な連中を相手に回すのに、私が何も用意をしてなかったとでも。負け惜しみ言ってんじゃ。あ、うわ、なんだこの煙は。私が姿なき奨励術師事件を解決したプリムラロストさんだってことを忘れてたみたいね。あ、まさか奨励爆弾。いざという時のためにポケットに入れといたんだけど、あなたが殴ってくれた時にスイッチが入っちゃったみたいね。自爆なんて趣味じゃないけど、こうなったら仕方ないかな。逃げても無駄よ。あと1分で爆発するわ。周辺3000段下は焼け野原よ。止めろ、止めてくれ。止めろって言っても手が動かないんじゃな。ほどくから爆弾を止めろ。はあ、ギチギチに縛られてたから手がしびれちゃってうまく動かないな。早く止めろって言ってんだ。お前らもコンパミジンなんだぞ。あんたみたいなゴミをこの世から消せるならそれも本能よ。おい、お前からもなんとか言え。スリルあるね。こういうの悪くないね。お願いします、止めてください。黒幕の名前を言ってもらうわ。黒幕、あと30秒くらいで行っちゃうかな。冷泉鏡だ。冷泉鏡が全部取り仕切ってる。不正入学の手続きも試験問題の販売も全部冷泉鏡がやってるんだ。もういいだろう、早く止めねえと爆発しちまう。さっき誰かさん、キーキー猿みたいにわめくとかいろいろ言ってくれちゃってたわね。すいません、私が悪うございました。だから止めて。しょうがないな。それじゃあ停止スイッチを。あ、え、止め方忘れちゃった。あらら、気絶しちまったなあ。子猫ちゃん、止め方を忘れたってのは冗談なんだろ。ううん、冗談じゃないよ。おいおい、だってこれ奨励爆弾じゃないもの。え、乱暴に扱うと煙が出るか。不良品もたまには悪くないわね、サンク。しかし相棒さんの無罪を証明するには試験問題がないとまずいぜ。俺の証言だけじゃ信憑性が薄い。ジャッコの野郎もだんまり決め込むかもしれない。何より時間がない。ロエンとかいう王都の役人が犯罪者を引き取りに今晩中にでもやってくるらしい。覚悟決めるしかないわね。覚悟？おい、まさか。それしか手がないなら仕方ないでしょ。無茶だ。貴族の館に侵入なんかできっこない。高い塀に見張りの番犬に評議会の黒幕だとしたら、それどころじゃ済まないかもしれない。危険すぎる、命を落とすぞ。私の相棒のセリフなんだけどね。真実を得るためならば私は戦う。子猫ちゃん、それにさ、秘密兵器もあることだしね。秘密兵器？
本気なのかい、プリムラ。あなたが弱気になってどうするの。乙女の命を預けるんですから、設計者がちゃんと責任持ちなさいよ。とは言っても結局一回もテストしてないし。まあ最後は運試しとなればですね。家具セット当てた私の強運がある。あるよーし、行くよ。なあ、子猫ちゃん、こいつは一体。バードフライヤしたものだ。まさか人間が空を飛べるとはな。正確に言うと飛行ではなく滑空なんだけどね。自力で飛んでいるわけではないから、強い風が吹いたりすると。あれ、うわれれれれ、うわー、いやー、あーなるんだ。ままならんね。いった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 。風が吹くなんてついてないや。予定ではあのボスがいるっぽい感じの塔のてっぺんにかっこよく着陸するはずだったんだけどな。まあ塀を乗り越えられただけでよしとしておこう。前向き前向き。なんだ今の音は。まずい、クセ者だ。出会え出会え。捕まるもんですか。かけっこには自信あるんだから。子供の頃私に追いつけるのは近所の意地悪おばさんちの黒い犬くらいだった。いやワンワン、こっちだ、木の上にいるぞ。もしかしてめちゃくちゃ絶対絶命。歌唱霊よ、私に力を。ファイヤーボール。あーあはは、高唱霊術学士を舐めてもらっちゃう。うわー、早く消火しろ。うわっ、助けてくれ。わざとじゃないからね。わざとじゃないのよ。火事を起こして警備の混乱を招く、まさに完璧な作戦よね。僕だけにいいもの食べてるわね。ちょっとつまみ食い。くーそんな場合じゃないか。見つけたぜ女。縛って洞窟に転がしておいたのに、しつこいわね。てめえをぶっ殺して霊前郷に詫び入れることにするぜ。くらえ、ウィンドカッター。避ける。みんな見るんじゃねえよ。霊前郷に殺されちまう。あんたバカね。バカに構ってるほど暇じゃないの。それ。失礼遊ばせ。隠し
し部屋で証拠もゲットしたし、いつまでも長居は無用ね。ロエンとかいう人が来る前にキールを助け出さなくちゃ。ドラゴン逃しゃしねえぞ女。霊前鏡のペットを離したとはじゃただじゃ済まねえが、それでもてめえをぶっ殺せるなら構やしねえ。かかれ。こそおしまいのようだな。私は信念を曲げない。私たちミンツ大学の生徒は隠された真実を追求するのが使命。真実を得るためならば恐れない、引かない、くじけない。その通りだプリムラ。ウィンドカッター。まさか助けに来てくれたの。なんて無茶をするんだ。まったく信じられない。一人で頑張ろうって思ったんだけど、やっぱり私最後はキールに助けてもらわないと何もできないみたい。断命探偵だよね本当。いや君は立派にやった。君は立派な名探偵だ。ありがとう。よし、友情の合体攻撃で行くよ。ああ。歌唱霊よ、僕たちに力を。ファイヤーボール。なんだ、今の輝きは一体。あれあれれ、なんか
笑うなよ。まさかとは思うが、今一瞬大将霊の姿が見えたような気が。大将霊？まさか。いやでもこの大規模な現象はどう考えても、そういうのって自意識過剰っていうのよ。大将霊が人間なんかを助けるためにいちいち現れるわけないじゃない。それとも何、あなたは世界を救う英雄か何かなの？いやそういうわけじゃ。まあさっきはちょっと英雄っぽかったけどさ。ん？ドラゴンから逃げなかった時ちょっとだけかっこよかった。プリムラ、パンツの件忘れてあげる。まだ覚えてたのか。あんな奴らに手を貸しちゃって、ほんとアンリーネってお人よしだな。キールツァイベル、いずれは今起こりつつあるこの大異変からエターニア世界を守る人間、今回は特別ですよ。静まれ静まれ。何あんた。近き者はその目に見よ、遠き者は耳に聞け。我が名はロエン・ラーモア、栄光あるインフェリアの衛兵隊長だ。ロエン殿、あやつが警備兵の目をくらませて逃げ出した窃盗犯キールです。さっさと捕まえて王都に。言われるまでもない、犯罪者覚悟しろよ。待ってください、ロエンさん。ん？キールは無罪です。評議会という犯罪結社の陰謀に巻き込まれただけなんです。アルジェント教授も来るなんです。証拠はここにあります。この書類に不正入学や試験漏洩のことが全部書かれています。デタラメだ、ロエン殿。よもやそのような学生の世まい事を。安心しろ、こんなガキの言うことをいちいち聞くほど俺は暇ではない。そうでしょう、そうでしょう。大体こんな書類などいくらでも捏造できるではないか。ん？おい、この書類どこで手に入れた？霊前教の館の隠し部屋でです。レイゼン・デストリューク教か。そういえば、レイシスが調べていたミンツの犯罪結社の話。なるほどな。おい、アルジェントとやら。あ、はい。どうやら、オート行きは貴様の方らしいな。評議会とやらの秘密、洗いざらい話してもらうぞ。バカな。一体何の証拠があって。黙れ。よし、ショップ系、館の周りも固めておけよ。助けてくれ。大学の地位が。終わったのかな。のようだな。キール、すすだらけで変な顔。お前だって。でも本当によかった。一年前の恩返しもできたっぽいし、これで、あなたと私は対等ってことよね。もう、短命探偵なんて馬鹿にさせないから。はいはい。わかりましたよ、名探偵様。よーし。それじゃあ、町に戻って、パーッと食事でも。そうはいかんよ、名探偵殿。貴様、どうやって抜け出した？君だって抜け出したじゃないか。間抜けな見張りを欺くくらい、なんということはないさ。護送車に移される際のゴタゴタを利用して、気持ちよくスルリと抜けさせてもらったよ。何の用かしら。おいおい、君に協力したのはリベンジの舞台を整えてもらうためだったはずだ。そしてリベンジの時は今だ。あと30秒で爆発。切るべきラインは1本。赤か白か黒か紫か、正解は1つ。大
単純なルールにしておいて、この前の事件の際、君が切ったラインが今回も正解だ。単純だろ？記憶力の問題さ。キール、すまない、覚えていない。あれから3ヶ月が経ちました。私たちの知らないところで事件は静かにおしまいを迎えたようです。何人かの教授が説明もなくひっそりと大学を去っていきました。王都インフェリアで何人かの貴族が厳しい取り調べを受けたと聞きます。とはいえミンツはいつもの通り、みんな何事もなかったかのように、のんびりと研究に励んでいます。時々、あの大冒険は夢だったんじゃないかなって、そんな風に思う時もあります。でも、部長、事件報告書の経費のところに張り込みの時のコーヒー代も入れていいんですか？プリムラ部長、容疑者の尾行に失敗しました。ごめんなさい。噂を聞きつけてきた新入部員たちで、我が探偵部は大騒ぎ。部長も楽じゃありません。いや、名探偵も楽じゃないみたいだな。なんかあなたと二人でやってた時の方が気楽で良かった気がするよ。名探偵に泣き言は似合わないぞ。ところで、ん？あの時の解決料金まだもらってなかったわよね。おいおい、僕からも踏んだくる気か。当たり前でしょ。まあ身内ってことで特別におまけしてあげてもいいけど。助かるよ。いくらだい？11回。え？